世の中には今もう何人かわからないぐらいたくさんパーソナルトレーナーと称する方々がいらっしゃるんですが、それに関してどう思われますか？そうですね、まあまずこうパーソナルトレーナーって誰でもやれるんですよね、うん、明日から誰でも自分パーソナルトレーナーですって言えばやれるし、うん、資格とかないんですか？資格なんかないですね。資格ない、ないです。まあそのどっか例えば大きい施設に入ってやるならこの資格がないとできませんよっていうのはあるんですけど、はい、実際自分で個人でジム作ってやるには別に勝手なんで、お別にないです。誰でもできます、はい、でそこに要は広告打ってお客さんが入ればもう仕事としてあの成り立つし、はい、まあ、いわゆる世間一般に見たらパーソナルでパーソナルトレーナーっていう肩書きですよね。まあ、だから要は現状誰でもなれるとっていうところがあるということはめちゃめちゃレベルの差があると、トレーナーによって、はいはい、で最低限やっぱりまずはこう知識的なところ、はい、こうまあネットだとか動画だとかあと書籍だとか、要はこういうものから得られる要は知識ですよね、はい、理論だとか、はい、栄養学だとか、はい、そういう知識と、まあ、一応それで教えようと思えば教えれますよね、はい、ただこのパーソナルってパーソナルなんで、はい、個人に個別に例えばトレーニングなら、はい、メニューが必要なんですよね、はい、まあ、でもそもそもお客さん全員に同じことやってる人もいるわけですよ。ああ、はい、まあ、それでまあやってる人も多分実際いるでしょうね。あとはその知識をもとに自分で実際にトレーニングをして、はい、自分の体をかっこよくしたり、女性だったら綺麗な体にしたりとか、男性だったら筋肉しっかりつけてすごいね、すごい体ねって言われるようなレベルまで持っていけるっていうのが理想ですよね。で、僕から言わせるとやっぱり目立つのが例えば、まあ、体を作る、まあ、例えると家を建てる、はい、とするじゃないですか。家の建て方は知ってるんだけど一軒も家を建てたことがない。極端に言うとね、はい、要は体の作り方知ってんだけど自分の体は全く変えたことがない、はい、人に教えてもらいたいのかっていう話です。で家を建てるときってこれがパーソナルと似てていろんなやっぱり不具合が出るわけですよ、その現場現場で、はい、あここがうまくいかないとか、じゃあその時にじゃあどういう対処するのかとか、はい、ね、あの材料はどういうものがあってとかっていうのはこれはやっぱり経験ですよね、はい、ね、例えば何か真っ平らな土地に建てるわけじゃなくて、はい、土地が歪んでる、はい、それを改良する、はい、もう全部それって経験じゃないですか、はい、そういうとこが結局自分の体を作ってない人っていうのは全く経験がないんで、はい、臨機応変に対応できないですよね、はい、そうするとやっぱパーソナルは無理じゃないかなと僕は思うんですよね、はい、結局お客さんの体って全部違うんで、はい、やっぱり例えば家建てるなら最低100件ぐらい家建ててないと、うん、いろんなこう不具合とかあの不測の事態っていうのが出てくるの分かんないですよね、はい、でそれに対して経験して対処するで成功するっていう経験があるトレーナーがやっぱり僕は必要じゃないかなと思いますね、うんうん。